お世話になります、一人でございます。今日はいつもと違う感じのね、ただの報告の動画なんですが、私時々ポケモンホームでミラクル交換っていうのものをやってるんですね。それはどういう交換かと言いますと、ミラクルボックスっていうのがあるんですが、そこに、このように、表示されているようにポケモンを預けてですね、そうするとまあ半日1日ぐらいかな、経つと勝手にこの10体が交換されて、別のね、10匹と交換してくれるっていう感じのやつなんですね。前までね、もっとね、1匹ずつ預けて、すごいめんどくさい仕様だったんですけど、今はすごくやりやすいのでめちゃくちゃ便利だなと思って私最近やってたんですよ。そしたらどこだっけ、ここか、今この上の10体の不思議だね、ガーディー、レディバー、とかいるじゃないですか。この上の10体をいつもずっとね、なんかいいの出るかなって言ってミラクルボックスに預けてたんですね。それをもう何回も何回も繰り返して、でも全部いいやつじゃないから、この上の10体で固定でこう回してったんですよ。そしたら急に本日9月22日水曜日ですね、急に来ました、色違い。しかも2匹来ました。やばいでしょ。私初めてなんですけど、これ多分やってる人、もしかしたらすでに来てる人いるのかもしれないですけど、話題になってるのかもしれないですけど、私知らなくて初めて来ました。ただやっぱりちょっと見てみると怪しいですよね、答え。このスティーリックスっていう風に書いてありますけど、その通り英語版のやつで色違いでポケルスでしょ。でそれで、さらに性格いじっぱり、これ多分ちゃんとあのみんなが欲しいようなあの理想の性格ですよね多分。で、それで他の要素はちょっと特にわかんないですけど、まあ、ここで見られるのはね。あ、でも親名はポケナーサリーということで、あの、ポケモンセンターのナースさんのことかな、多分。そのことを指してるのか知らないですけど、親名は、まあ、大丈夫そうっちゃ大丈夫そうな感じですよね。一見。その、いわゆる定番的な、あの、改造親的な感じではないですけど、ちょっとね、若干怪しい感じの個体なんですが、とりあえず来たということで、で、しかももう一体もいるということでね。しかも御三家だし、こいつ。こいつは何だろう、リットンって読むのかな、ちょっとよくわかんないけど。で、レベル1でしょ、で、英語3。で、それで、こいつもまた意地っ張り。多分これも使うやつっすよね、多分一番。で、それで、あ、親は CJ ということで。まあ、これパッと見ね、すぐ改造のやつだとは思わないですけど、もしかしたら最近流行ってるのやつなのかもわかんないですね。ですが、私これ相当やってますよ。上の10体で何回も何回も回してポケモンホーム起動するたびにそれミラクルボックス確認してたんですけど、全くいいの来ないですよねですが今回2体も色違い来たということで、あまりにも興奮してしまったのでちょっとご報告させていただきました。本当だったらそのミラクルボックスで受け取る瞬間見せたかったんですけど、なんかいつものルーティンみたいな感じで適当にもうパッと受け取っちゃったんですよね。ですからなんか証拠みたいな感じで見せることはできないですけど、まあこれ嘘つく理由もないですけど、皆さん信じていただけると嬉しいです。まあこれね、改造かどうかとかはわかんないけど、まあ限りなく怪しい感じはするけどねわざわざこの色違いを上げるなんておかしいですから。ですがこういう答えがあるので皆さんもちょっとやってみるといいかもわかんないですね。最近またアップデートみたいなのもあったのでかなり使いやすくなってるのでね、ポケモンホーム一見忘れがちなこの機能、皆さん使ってみたらいかがでしょうか。まあ、ステイホームしながらポケモンホームやって色違いのホームラン打ちましょう。